1986年の日本では、1986年の日本の出来事、流行、世相などについてまとめる。日本では、西暦の他にも以下の記念法を使用している。なお、以下の記念法は、西暦と月日が一致している。新語、流行語大賞の新語部門は、究極、流行語部門は、新人類が金賞を受賞した。以下に、過去の、 主な出来事からの区切りの良い年数を記す。道路鉄道航空混島は59号雪以来2年ぶりに強い寒波が何度も襲来し、記録的な豪雪となり、3ヶ月を通して気温が低く、経過したため全国的に寒冬となった。なお、翌年以降は1995年まで暖冬が続くようになった。寒冬だった割には、は1984年と、 その翌年のような猛暑にはならなかった。オホーツク海高気圧の影響などで7月上旬低、中旬には北日本で冷下となり、それ以外でも梅雨明けが平年に比べて遅れたことから、夏日、真夏日は平年値を下回った。流行語ファッション文学、雑誌特撮コマーシャルコンピューターゲームファミリーコンピューター、ディスクシステム野球相撲プロレスモータースポーツ、自転車競技競馬。 ありがとうございます。